はい、どうもケイジです。本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、前回まででメルサンディ村のストーリー終わったので、今回からは次の町、今やってることというのがバージョン 2.1 の、ストーリーですね。下の方に書いてあります。レンダーシアの各地を巡って運命の振り子に力を集めようということで、これを今やっております。で、前回はメルサンディ村に行きましたということで、今回はセレドの町に行きたいと思います。セレド、新セレドの町ですね。で、例によって馬車で行きますですよ。セレドね、ゴー。はい、着きましたということで、セレドの町に入っていきます。初めての町、あ、そうか、ここに変えようか。じゃあ、お、いきなりムービーが、偽りのレンダーシアと違ってちゃんと光の川があるんだね。お、リゼロッタ、俺のこと覚えてないの？リゼロッタ、ジョー様、リゼロッタじゃないの？こんな街ろくなところじゃないわ。早く立ち去りなさい。またなんかミシュアみたいに記憶をなくしてる感じでしょうか。こんにちは旅の方。ここは光あふれるセレドの町、光の川と共に生きる町よ。最近原因不明の崖崩れが起きてね、町の東の高台のあたりはすっかり瓦礫の山になってしまったの。そういえば瓦礫を片付けてる時になんだかトラブルがあったらしくてね、手助けしてくれる人を探してるそうよ。東の橋を渡って階段を登った先にいるドラウさんって人が事情知ってるから、ぜひ話を聞いてあげて。はい、じゃあ、行きますか。とりあえず教会にも登録したいね。こっちから行けるか。セレドの町もね、結構高低差がやっぱ相変わらずあるよね。この町はダーマ神殿に行く修行者や旅人の足休めのために作られたんだよ。あんたも神殿を目指してきたのかい？いえ、特にそういうわけでは。おや、神殿が目当てじゃないってことはもしかしてこの町に用があるのかい？光の川以外何にもない町だけどね。なるほど。とりあえずルーラストーン先に登録しよう。ん？あ、プレイヤーさんが、お、なんか兄弟みたいな格好だね。同じ格好してる。メルサンディ村いらないかな。グランデゾーラもいらないか。
偽りのグランゼドーラ、偽りのグランゼドーラ、俺何のために、まあいいか、いらないか。にさっき言われた通り高台に行きますか。ドラさんね。おや、旅の人がちょうどいい。実はちょっと頼みたいことがあるんだ。以前はここに古い教会が建ってたんだけど、最近原因不明の崖崩れが起きてね、何もかも瓦礫の下に埋もれちまったんだ。誰も片付けようとしないから俺一人で瓦礫を処分してたんだけど、偉いねこの人。誰もやれないから自分がやるみたいな、すごいね、男らしいじゃん。ある時妙にキラキラした本が出てきてな、本の中身を確認しようとしたら物陰から柊童子が飛び出してきてひったくられちまったんだよ。な、ヒイラギ童子を倒してキラキラした本を取り戻してくれないか。もちろん礼はさせてもらうよ。はい。おお、やってくれるのか。あの本誰かの大事なものかもしれないからな。引き受けてくれて助かったよ。ヒイラギ童子はセレドと三道に出没するらしい。それじゃあよろしく頼んだぜ。はい。よし。じゃあヒイラギ童子で。を倒せということで、ルーラストーン。あ、これだ。柊童子、はい。さあ今回のサポート仲間さんは、マナッチさん賢者レベル83、メイメイさん僧侶レベル82、ライジさんバトルマスターレベル82ということで、僕は旅芸人のレベル83です。お、会心。例によって強い方たちを今回もチョイスしてますよ。 OK。 これは何匹か倒さないとダメなのか。お、会心。会心よく出るね。トロールこっち来てる。いた。えい。はい。
まだ。しないな。よし来た。ヒイラギ童子をやっつけた。ヒイラギ童子はキラキラした本を落としていった。よし。結局何匹倒したかな。6匹目で出てきました。どうやらキラキラした本を取り戻してきてくれたみたいだな。さあ俺に渡してくれ。ありがとうよ。確かにこいつはヒイラギ童子に奪われた本だ。よし、中身を確認してみるぜ。ドラウはキラキラした本を開いて読み始めた。これは他人が気安く読んでいいものじゃない。あんた悪いけどついでだと思ってこの本を蝶々の家まで届けてくれ。蝶々の家は町の西側にあるでかい家だから行けばすぐわかるだろう。それじゃよろしく頼んだぞ。蝶々の家、蝶々の家あった。左側の真ん中辺ね。さっきのリゼロッタが。あなた町の入り口で会った人ね。パパなら留守よ。何の用で。それそれ姉さんの日記帳ね。返して。姉さんやだ。言うこと聞かないと呪うわよ。早く返して。はいはい、呪うわよって。この日記帳ずっと探してたの。あなたは、刑事というの。刑事さんと言いなさい。さんと。私はルコリア。ルコリア。この日記の持ち主であるリゼロッタ姉さんの双子の妹よ。はあ、妹。なるほど。これはね、リゼロッタ姉さんの遺品なの。珍しく部屋から出てきたと思ったら玄関先で立ち話か。お前には他にやることがないのか。
わ、きっつ。パパは毎日お忙しいものね。姉さんの墓参りなんて忘れちゃうぐらい大変なんでしょう。ビビりまくりじゃねえか。子供が大人の仕事に口を挟むな。あんな恥さらし、娘でも何でもない。ええ。旅の方、せっかくお尋ねいただいたのにすみませんが、今は立て込んでおりましてな。今日のところはお引き取りください。なんだ、失礼、失礼なね、町長のくせに。日記帳届けてくれてありがとう。それじゃさよなら。ええー。それだけ。さあ、リゼロッタとね、双子の妹ということで、ルコリアだったということで、まあ偽りのレンダーシアにいたあの子供の国の女王様がリゼロッタで、お姉さん、こっちの真のレンダーシアにいるのは双子の妹でルコリアということになるわけですよ。いや、なるわけですよと言ったって、まだね、何のこっちゃって感じですよね。姉さんの遺品って言ってたから、リゼロットは死んだことになってるね。はい、チョウチョンチ行ってきたよ。どうやらリゼロッタお嬢さんの日記帳を届けてきてくれたようだな。これで肩の荷が下りたよ。ありがとう。これは俺からのささやかな礼だ。さあ受け取ってくれ。小さなメダル3枚。 OK。 俺が届けに行ってもよかったんだけど、町の町長さんの家ってちょっと近寄りがたい雰囲気があってな。実はここで崖崩れが起きた時に、運悪く教会の中で遊んでいた子供たちは瓦礫に埋もれて死んでしまったんだ。いい。町長さんちのルコリアお嬢さんはこの町でただ一人生き残った子さ。あの子には強く生きてほしいもんだ。じゃあリゼロッタたちは瓦礫に埋もれて死んだの。ああ、達人オーブのレベル。空気読めよ。達人オーブは何が上がったんだ。炎。炎来た。ああ。ブレスダメージ。呪いガード。ああ、迷うな。ブレスダメージ。もう今、あんまりダメージ受けたくないから。ブレスダメージしとくか。 OK。 ということで、ストーリー紹介されたのかな。あ、紹介されてるね。ルコリアが助けを求める。あ、今度はルコリアのところに行くのか。その前に、じゃあね、今回の動画は、まあ、クエスト一応クリアしたのでキリがいいですけど、どのくらいぐらい今、18分、19分ぐらい。じゃあちょっと、お宝探しましょうか。結構入り組んでる街だけど、宝箱はあるので。あるね。まずこっちの下。はいよ、福引券3個。はい、次は、町長の家のところか。あったあった。魔法の聖水3個。うん、以上かな。まだあんじゃねえの。宝箱はまだあるかどうかっていうのは、
前紹介しましたかね、この入手済み宝箱リスト、これで今いるマップを見る、これね、あと赤い宝箱は1つ、黒い宝箱は2つ残ってるということは、地図の2階とか3階にあるってこと。あ、なるほどね。あ、1個はあの鍵か。ということはまだ現れてない。あともう1個赤い宝箱が、あと1個出てないね。出たかな。いや出てこないね。あ、そうか、酒場のね。はい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 。でとりあえず白い宝箱を1個取りに行くか。この家かな、この家か。の2階の奥。これのここ。あった。世界樹の葉。あ、これは嬉しい。で次はもう一個の白い星は取れないので酒場。酒場のこっちか下か。あった。カジノコインチケットかよ。はい、よし。ということで取れたかな全部。取れるとこは取ったと思うので、まあ今回の動画ここまでにして、次回はメインストーリー、これルコリアのとこだったね、蝶々の家のルコリアのところに行きたいと思います。なので今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また応援の高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。